すぐわかる完成動画。これまで図形の公式の話をしてきたが、一番の元となる長方形の面積の公式についても少し深掘りしておこうかの。長方形の面積は縦かける横でしょ？別に説明いらなくない？そうかの。だって縦の長さと横の長さをかければ面積出るじゃん。ああ、そこなんじゃ。私が気にしているのは。え？長さと長さをかけると面積になるというイメージが違うのじゃ。面積とは広がりであり、基準となる広さの正方形、縦1メートルかける横1メートルの1平方メートルからしっかりイメージしてほしいのじゃ。1平方メートルのマスを敷き詰めていき、12個あるから12平方メートルという感じじゃ。長さで考えてもよくない？よくない。じゃあ、例えばこの問題。ああ、三角形の公式を使えば簡単だね。じゃあ、この問題は？底辺が5センチメートルで、高さは、どこだ？正方形を敷き詰めたいと考えた場合、1平方センチメートルのマスを敷き詰めるにはどうしたい？ここに直角があるから、図形を傾けて敷き詰めよう。あ？お、気づいたかの？ここが底辺で、ここが高さだ。こっちでも構わないぞ。うんうん。このように面積は正方形のマスを基準に考えるだけで捉え方がガラッと変わるのじゃ。これから人生で出会う全ての面積の問題で役に立つぞ。人生は言い過ぎじゃない？じゃな。チャンネル登録、高評価もよろしくね。